どうも、枝豆です。今回はね、2種類目のハンドクラップロールについて、解説していこうと思います。多分ね、みんなも聞いたことあるから、ぜひ、頑張って習得してみてください。ということで、参る。でですね、このハンドクラップロールの仕組みは、っていう伸びた半クラと、っていう、ほぼバベリロール、まあ、巻き舌でもいいんだけど、それを組み合わせるだけ。これだけ。まあ、これはね、ハンドクラップがそこそこできると、多分、あっという間にコツ掴んですぐできるようになると思うのでね、ぜひ、練習して習得してみてください。ということで、今回の動画。どうも、枝豆です。今回はね、昨日の動画でも使ったキスについてね、解説していこうと思います。これさ、まあ、なんか、真面目に解説するのもあれなんだけど、まあ、いっか、じゃあ、ゴー。でね、やり方を簡単に説明すると、キスをさらに数値から強めにして、唇を離せばできます。まあ、至ってこれだけなんですけど、この感覚がわからないようであれば、まずね、普通にパパパパパって言ってみてください。パパ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 パ。で、次に、パパパパ言いながら、途中で鼻声に切り替えます。パパパパパパーン。パパパパパパパーン。この軽い音。この音出してる時って、唇同士が吸い付く感覚が若干あるはずなんですよ。この吸い付く力を強くすればできるようになります。これをね、素早く連続でできるようにするためには、じゃあどうしたらいいのかっていう話なんですけど、もうシンプルに練習するだけです。はい。頑張りましょう。ということで、今回の動画は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。どうも、枝豆です。枝豆はですね、第二のハンクラ好きなんですよ。まあ、今までにね、何本のハンクラ関連動画を上げてきたかわからないぐらいハンクラ大好きな枝豆が送るこの動画。結局何タイプのハンクラがいいの？では、話していきます。でですね、このスネアには大きく分けて3つの、タイプがあります。で、1つは上で潰すタイプ。で、2つ目は下唇で潰すタイプ。で、3つ目は上下の唇で潰すタイプ。でね、後にね、それぞれこんないい点があるよっていうのをね、話していきます。で、それぞれについて話していく前に、結論を先に伝えておきます。結論。人によるが上下で潰すタイプがおすすめ。はい。これを頭に入れた上で、これからの話聞いていただきます。で、まずは上で潰すタイプですね。ヒロさんのタイプのハンドクラップですね。個人的に思うメリットとしては、ハンドクラップロールがやりやすいということ。と、音がね、他の2つと比べて若干厚くなるという点ですね。でね、さらに言えばね、ヒロさんが結構な頻度で動画内で手本を見せていることですね。ただ、個人的にはこの3つの中だと最も音が潰れにくいものなんじゃないかなと思ってます。正直ね、理由はよくわかってないんですけど、まあ、3種類とも一定期間使っていた俺の体感では最も扱いづらかったです。で、次に下で潰すタイプ。このスネアを流行らせた BMG タイプのね、ハンドクラップでございます。で、メリットは音が潰れやすい。人によってはね、練習し始めの段階からそれっぽい音が鳴らせるかもしれないですね。まあ、ただ、この潰れやすいというのは完全に潰れるまでの期間が短いっていうわけじゃなくて、あ、この音ヘじゃなくてハンクラだっていう、ヘからハンクラのこの期間がすごく短いものになります。まあ、さらにね、個人的にはその3種類の中で最も音が軽く出てしまうタイプだと思ってます。練習がなんだかんだ結構必要なものになってくるかなと思います。BMG がするとめっちゃ迫力あるしね、音圧もすごいんだけどね。そして3つ目、上下で潰すタイプ。これはね、個人的に一押しのタイプです。下で潰すタイプに近い扱いやすさがありながらも、結構早い段階で音圧が出始めるものでしたね。ただ、
今主がね使っているハンクラのタイプでありながらも個人的には一番謎なタイプです。っていうのも主は上で潰すタイプをしばらく使って、で次に下で潰すタイプを使って、最後にこの上下で潰すタイプのハンクラにたどり着いたのでね、上で潰すものと下で潰すものの経験値を持った状態で上下で潰すハンクラを習得してしまったんですね。まあ、なんで経験値がゼロの状態から上下で潰すハンクラを練習し始めた場合、どんな問題点が出てくるのかっていうのが正直見当もつかないんですよね。まとめ、まあ最初にも言った通り、おすすめなのは上下で潰すタイプなんですけど、ハンクラ好きで超潰れたハンクラが欲しいんだっていう人には、一度ね全てのタイプのハンクラを使ってみてほしいです。多分ね、いろんな発見があると思うんでね、まあ、ぜひこれはやっていただきたいです。はい、ということで、今回の動画以上です。この動画良かったなと思ったら高評価ね、ぜひとも押して帰っていただければなと思います。押すだけだからね。ということで、どうも、枝豆です。今回はね、個人的にハンクラがやべえっていう人たちを3人紹介します。まあ、単にね、ハンクラがやべえっていう人を出していったら、もうキリがないので、今回はね、もう俺の好みをゴリッゴリに考慮して選んだ3人を紹介していきます。では、参る。1人目、フットボックス G。もう彼のハンクラはね、無駄がないんですよね。彼のスタイル的にもね、音も無駄がないように変化していったのかもしれないんですけど、まあ、誰が聞いてもめっちゃ綺麗って思うレベルでね、雑味がないと思います。使い方もえぐいしね。二人目、ジーンさん。ジーンさんのハンクラはね、超パワフルなんですよ。2015年の GBB とか、もうなんなら21年のエリミネーションとかね、見てもらうとわかると思うんですけど、もうほんとね、だよ。もう本当に音が力強い。ぜひね、15年の GBB とか、エリミネーション一回見てみてください。そして3人目、BMG。もう完全に個人的好みです。もう彼のスネアはね、例えるならもう細マッチみたいな音してるんですよ。もう厚みのある音してるんだけど、太すぎず芯がある音っていうのかな。BMG が細マッチタイプなら、ジョンさんはマッチョタイプですね。伝わってるかな、これ。もう音で伝えるなら、がジンさんで、BMG は、で、まあ、コーラプスとかは、みたいな感じ。はい。以上で、ハンクラがやべえ3人でした。もう他にもね、まあ、さっき言ったコーラプスとか、あと、納豆匠さんとかね、やべえってなる人たくさんいるのでね、ぜひ、自分の中で、この人のハンクラやべえんだよなっていう人がいたら、コメント欄に、書き残していってほしいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。